現地時間2020年9月4日、大谷翔平は11回裏にライトへヒットを放ち、試合に終止符を打った。現状、このシングルヒットが大谷翔平のメジャーリーグにおけるキャリア唯一のサヨナラ打である。ベースボールレファレンスのデータを参照すると、この日、大谷翔平が稼いだWOWはマイナス 0.02 だった。ヒットはこのサヨナラ安打だけであり、DH での出場だったためにマイナス評価だったのだろう。そして、WOWの理論上、大谷翔平のライト前へのサヨナラヒットは、ほとんどのシングルヒットと同じ価値である。野手であれば、走攻守のいずれの能力も評価の対象となり、勝利への貢献度をわかりやすく提示してくれるWOWは、ある種、究極のスタッツと見られている感じもある。ただ、データサイトのファングラフスが認めるように、WOWは必ずしも完璧なものではない。そういうことで、今回の動画は、WOWの欠点について考えていきたいと思いますので、面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。WOWを批判した有名な記事に、ビル・ジェームズが書いた、ジャッジ&アルトゥーベというものがある。ビル・ジェームズは、言わずと知れた、セイバーメトリクスの生みの親であり、ウィン・シェアーズという WOWの元祖のようなスタッツも開発した人物なのだが、彼はその記事で、WOWの欠点として、こう書いている。WOWが完全に間違っている理由は、このスタッツの設計者が、パフォーマンスの成績と勝利の関係性を、断ち切っているからであり、結果的に、分析を台無しにしてしまっている。ビル・ジェームスは、記事の題名の通り、ジャッジとアルトゥーベの成績を比較して、WOWに対する批判を展開している。議論のテーマになっているのは、2017年シーズンにおける、アメリカンリーグの MVP レースである。まあ、この MVP レースは、例のアストロズのゴミ箱があったので、そもそも眉唾なわけだが、まあ、WOWの性格を知る上では重要である。ビル・ジェームスは言う。私の友人や同僚の中には、ジャッジは、アルトゥーベと基本的に互角であり、MVP であってもおかしくないと主張する者もいる。それはナンセンスだ。ジャッジは、アルトゥーベほど価値のある選手ではなかった。2017年は、アルトゥーベが一応 MVP だったのだが、ベースボールリファレンスの WOWを見ると、ジャッジが 8.0、アルトゥーベが 7.7 で、むしろジャッジの方が上回っていた。ただ、ビル・ジェームスは、WOWを MVP を選ぶ上での指標としては、ふさわしくないという。それは、さっき見たように、WOWはパフォーマンスの成績と勝利の関係性を断ち切っているためである。ビル・ジェームスは、二人のシチュエーション別のスタッツに着目している。例えば、試合の終盤、かつ、僅差の打席でのスタッツを出しているのだが、こんな感じであった。アルトゥーベは、ゴミ箱のおかげもあるだろうが、打率が4割、OPS が10割を超えている。一方、ジャッジは、打率が2割前半、OPS も7割6分に過ぎない。WOWというスタッツが、こういう打撃成績に関する、勝利への貢献度と、パフォーマンスが乖離していることに、ビル・ジェームスは疑問を呈しているわけである。まあ、言うまでもないが、これは、WOWというスタッツの立て付けの問題である。ファングラフスに言わせると、こういうことである。ほとんどのバージョンの WOWは、発生した状況とは、無関係に計算される。初回の2アウトランナーなしのシングルヒットでも、逆転サヨナラのシングルヒットでも、わずかな得点価値である。これを理解するには、どうやって、WOWが算出されているかを見た方がわかりやすいのだが、WOWの計算は複雑だし、算出しているサイトによっても、計算方法が変わる。おそらく、一番シンプルなのは、デルタの計算方法だと思うので、とりあえず見ていくとしよう。WOWの発想は、どれも、基本的には、共通していて、野手で言えば、打撃、守備、走塁の評価を総合したものである。そして、デルタでは、打撃評価に、WRAA というスタッツを用いている。WRAA の計算式は、こんな感じである。WOBA が、リーグの平均と同じであれば、数値は0となり、そして、その選手の WOBA が大きければ大きいほど、WRAA は大きくなるということである。問題は、この WOBA であるわけだが、このスタッツは、こういった形で計算されている。
NPB 版と MLB 版の2つがあるし、一見複雑そうに見えるわけだが、発想はシンプルである。要するに、シングルヒットやホームランといったそれぞれの打撃イベントを、その重要度に応じて係数で調整しているだけである。係数は得点価値に即したものであり、例えば NPB 版におけるシングルヒットと本塁打には約 2.4 倍の違いがある。シングルを1本打った時とホームランを1本打った時とでは WOBA の上がり方に約 2.4 倍の違いがあるということである。問題はそれぞれの打撃イベントもどのシチュエーションで発生したかを問題にしていないということである。さっきのファングラフスの引用が言っていたのはこういうことである。初回における2アウト走者なしのシングルヒットもサヨナラのシングルヒットも WOBA を計算する上では関係なく、ただの1本のシングルヒットとして計算されるということである。ビル・ジェームスは主にこの点を疑問に思っているわけだが、まあこれはウォーの性格から来るものである。そういうことでウォーは究極的な指標ではなく、使い方には一定の留意が必要だと思うわけだが、次はそこら辺のことについて考えていきたいと思います。私はタイトルで王をポンコツと言っているわけだが、まあ白状してしまうとこれは視聴者の目を引きたかっただけで、要するに王は究極の指標ではなく、性格を知って適切な箇所で利用するのが良いということである。ファングラフスで王の性格をいい感じで表している記事があるのだが、曰く王は完全にコンテキスト中立である。つまりあるシングルヒットが他のシングルヒットよりも試合において重要であることを考慮していないということである。しかしこれはウォーの欠点とみなすべきではなく、単に特徴の一つに過ぎない。今更言うまでもないかもしれないが、ウォーに限らずセーバーメトリックスの様々なスタッツはコンテキスト、あるいは運の要素を排除することを重視している。その理由は環境に依存しない選手の真の能力を測ろうという目的のためである。セーバーの世界で打点が評価されないのはランナーがいるかどうかは個人の能力と関係ないからであり、また FIP は味方の守備に依存しない奪三振、四死球、ホームランで投手を評価しようというものである。 O というスタッツはそういったコンテキストや運から独立したスタッツの集合である。言い換えれば、実際に勝利に貢献したということ以上に勝利に貢献する能力を総合的に評価しているスタッツということかもしれない。さて、さっきのファングラフスの記事はこう続いている。WPA を調べることで選手の状況に応じた勝利の合計を見つけることができるため、王はその裏側を示す。まあ若干何を言ってるかわからないわけだが、簡単に言ってしまえば WPA は王の反対のスタッツという感じである。要するにコンテキストを反映した勝利への貢献度である。 WPA は各シチュエーションにおいてその選手がどれだけ勝利確率を増減させたかで決まる。ファングラフスのシミュレーターで計算してみると、例えば1回表に先頭打者がシングルヒットを打った場合、勝利確率は 50% から 53.5% に上がる。つまりシングルを打った打者の WPA はその差額である 0.035 ポイント上がるということである。また9回裏2アウト走者に3塁1点ビハインドの場面でサヨナラシングルヒットを打った場合、勝利確率は 24.2% から 100% に上がる。この時の WBA は 0.758。 こんな感じで WBA は同じシングルヒットであっても加算されるポイントが全然違うわけである。最初に見た大谷翔平の MLB 唯一のサヨナラヒットの試合をもう一度 WO と WBA の比較という観点で見てみると、こんな感じである。 DH であり6打席で四球1個、シングルヒット1本だったので、ウォーはマイナスだったわけだが、WBA はスタメンの中で最も高くなっている。この試合に限れば、勝利の確率を最も高めたのは、大谷翔平ということである。ファングラフスが言ったように、ウォーと WBA は、コインの表と裏といった感じで、勝利への貢献度を全く違う観点から表しているように感じる。そういうことで、この両者を見比べてみると、より深い考察ができるかもしれない。
仮に、2023年シーズンのプロ野球におけるベストナインをボート WPA で見てみると、こんな感じだった。一つ注意が必要なのは、野手において、ゴーは打撃や守備を含め、総合的な評価である一方で、WPA は打撃に関しての評価である。とはいえ、基本的にベストナインは、妥当なところが選ばれている感じであるが、興味深い点もある。例えば、セリーグのキャッチャーで選ばれた、大城匠。彼は、ゴーでは、良い数字を残しているが、WPA はマイナスである。ハイレバレッジの打撃成績は、こんな感じ。やはり通常のスタッツよりかなり見劣りする。また、バントの多さも、WPA の低さに影響しているかもしれない。2023年シーズン、大城は、セリーグ1位タイの21個も、犠牲バントを決めた。バントは、基本的に勝利確率を下げるものであり、例えば、大城が、9月26日の横浜戦で、9回表に決めた送りバントは、デルタによると、勝利確率を 3% 下げた。2023年シーズン、大城は、バントによって、合計、マイナス 0.183、WPA を下げているわけである。また、パリーグでは、一塁が頓宮、DH は、グレゴリー・ポランコが選ばれたわけだが、その二人よりも、WPA が高かったのは、日ハムのアリエル・マルティネスである。まあ、マルティネスは、キャッチャーで29試合、ファーストと DH でそれぞれ41試合で先発と、ユーティリティ的な起用だったので、ポジション別で決まる、ベストナインに選ばれることはなかっただろうが、彼の WPA は、注目に値する。マルティネスの得点圏でのスタッツは、こんな感じである。WOBA は、規定打席に到達した選手の中で、近藤健介に次ぐ2番目の数値だった。一方、ファーストのベストナインに選ばれた頓宮は、レバレッジが効いた場面で数値を下げている。彼が、もっと得点圏で打っていたら、CS 不要論がもっと燃えていたかもしれない。ファングラフスのデーブ・キャメロンという記者は、MVP 投票の際、ゴーではなく、コンテキストに依存したスタッツを参考にしていたらしい。まあ、別にウォーであろうが、WBA であろうが、個人的にどっちでも良いのだが、1試合なり、1カードなり、1シーズンなり、限定された場面で選手の活躍を見る際は、どんな状況で活躍したかということも、考慮した方が良いように思える。そして、ベストナインの投票で、小林誠司に1票入ったのは、どんな文脈でもわけがわからない。まあ、それは置いておくとして、今回言いたかったのは、ウォーは、究極的な指標ではないということである。それだけである。終わり。